次に前田委員。皆さん、皆さんおはようございます。自民議連の前田康晴です。それでは早速質問に入らせていただきます。まずは教員の働き方改革についてお伺いします。教員の勤務時間は朝8時20分から16時50分までですが、実際には7時ごろ出勤し、8時を過ぎて帰る人が多いと、20時ですね、過ぎて帰る人が多いと聞いております。特に中学校においては、下校時間がさらに遅くなりがちで、その原因は部活指導だと言われています。そもそも学校における部活動は必修科目ではない課外活動であり、それを教員が勤務時間内に行うのはおかしいのではないかという議論は30年くらい前からあると聞いています。しかしながら、当時は異常残業という概念も希薄で、教員には夏休みや春休みといった長期の休業期間があるので、そこで穴埋めをしながら、バランスを取っていたようですが、数年前から夏休みの勤務についても、通常時と同様の勤務内容を求められるようになり、教員の労働環境は一気にブラック化しました。そして現在では、すべての業種で働き方改革が叫ばれており、教員も例外ではありません。平日に3、4時間の時間外勤務をして、土曜日か日曜日に部活の指導を行えば、月に80時間を超える時間外勤務になるのは必然で、今までのやり方を変えない限り、働き方改革の実現は不可能だと思われます。志望者が減少している今こそ、教員の働き方改革を断行すべきと考えますが、教育長のご所見をお伺いします。教育長。学校における働き方改革につきましては、国において教員の在校等時間の上限が定められ、本件におきましても条例の改正や規則の制定を行ったところであり、喫緊に解決すべき重要な課題であると認識しております。こうした中、本年3月に改定した学校における働き方改革取り組み方針において、部活動指導にかかる教員の負担軽減を柱の一つと位置づけ、重点的に取り組む項目を設けた上で、積極的に推進することとしております。また、具体的な部活動指導に関しては、部活動休養日や活動時間の基準を設定したほか、中学校の部活動指導員の配置に対する補助を行うなど、教員の負担軽減に取り組んできたところでございます。こうした部活動指導などの教員の業務負担軽減のほか、働き方に対する考え方も見直していくことが重要であると考えており、県立学校の教職員に対する働き方改革に関するメッセージの発出や、特に長時間勤務の多い学校の校長や教頭に対するヒアリングの実施などの取り組みも進めているところでございます。引き続き学校における働き方改革や業務改善に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。委員長、前田委員。私は学校において、教員が部活動の責任者として指導することは、いくつかの問題があると思っています。一つは先ほど申し上げた勤務時間の問題で、二つ目は保護者対応です。学校現場で日々の業務の中での辛い点を伺うと、多くの教員が保護者対応を挙げられます。もちろん学級担任としての保護者対応はありますが、それに加えて部活動での保護者対応がつらいという声を聞きます。これはいわゆるモンスターペアレントに限らず、学校や教員に対して意見を言われる保護者が、昔に比べて増加したことが背景にあるのだろうと推測しますが、これは確実に教員のモチベーションを削り取っています。さらに、重大な事故、等が発生した場合、部活顧問として教員の管理責任が問われることは避けられません。では、他の国々でも同様なのかといえば、日本のような部活動は珍しいようです。ヨーロッパではドイツなどのように、地域のクラブチームに所属するのが主流ですし、アメリカには部活はありますが、スポーツはシーズン制で、春は野球、秋はアメリカンフットボール、冬はバスケットボールというように、
年間を通して一つの種目をやり続ける日本の部活とはかなりの違いがあります。実際日本においても、小学生の多くは地域のクラブチームに所属して各種のスポーツを楽しんでいます。そこで私は教員の働き方改革を実行していくためには、中学校のや高校の部活動を廃止し、地域のクラブチームや文化系サークルに所属してスポーツや音楽等を楽しむように改革すべきと思いますが、教育長のご所見をお伺いします。教育長。部活動は学校教育の一環として学習指導要領に位置づけられた活動であり、生徒の自主的、自発的な参加により行われ、スポーツや文化、科学等に親しむことで、学習意欲の向上や責任感、連帯感の寛容や豊かな学校生活を実現する役割を有しております。一方で、部活動は教員の献身的な勤務によって支えられており、勤務を要しない日の活動を含めて長時間勤務の要因であることや、特に指導経験がない教員には大きな負担となっていることに課題があると認識しております。教育委員会におきましては、平成30年度に運動部活動の方針を、令和元年度に文化部活動の方針を定め、活動時間を平日は2時間程度とすることや、休養日を週あたり2日以上設けることなどの基準を設定しております。また短時間で効果的な活動の好事例を紹介したり、地域スポーツ団体等と連携して部活動指導員を派遣するなど、持続可能な部活動を実現するため取り組んでいるところでございます。引き続き働き方改革の観点を考慮しつつ、部活動の教育的意義が発揮されるよう、国や他県の動向を踏まえながら、地域と連携した部活動の推進に向けて取り組んでまいります。委員長、前田委員。はい、いろいろと改革していただいているのは分かるんですけども、実際に部活をなくすというと、保護者の方からもクレームが来るのかなというのも感じています。一方で、部活の指導者であることに生きがいを感じている教員のことも考えなければなりません。その方々は16時50分の勤務時間が終われば速やかに下校し、クラブチームの指導者になるという道があります。この場合、報酬が発生するのであれば、公務員の兼業の問題が出てきますので、許可申請を簡素化して届出制にすれば解決します。もう一つの問題は、中大連とか高大連といった既存の組織、これを解体することです。この組織がある限り、学校の部活単位でしか大会に出られないという現実が待ち受けています。学校単位でなくても、年齢や学年といった条件で作られた地域のクラブチームが自由に大会に出場することができるようになれば、大きな転機を迎えることになると確信しています。学校現場では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、さまざまな見直しをしてきました。授業参観をなくし、修学旅行の中止が検討され、体育祭や文化祭も中止や無観客での開催に変更されました。コロナ禍でなければありえなかったことが現実に行われ、結果として今まで当たり前のようにやってきたことが果たして必要なことだったのかというアフターコロナに向けての問いが始まっています。そこで現状のルールを見直し、生徒も教員も保護者も皆が喜ぶ仕組みを作ることは、コロナ禍の今だからこそできることではないかと考えますが、教育長のご所見をお伺いします。教育長。学校の部活動につきましては、さまざまな議論がされており、国においては休日の部活動の指導を希望する教員への対応について整理することとされております。また、学校体育団体が主催する大会につきましては、少子化が進展する中で従前と同様の運営体制では継続が難しくなってきており、各学校、体育団体において、大会の推薦や複数校合同チームの参加、学校と連携した地域スポーツクラブの参加など、運営の在り方に関する見直しが検討されております。今後少子化がさらに進むことを踏まえ、平成30年3月にスポーツ庁が示したガイドラインでは、ジュニア期におけるスポーツ環境の整備について、
長期的には従来の学校単位での活動に加えて地域単位での活動も視野に入れた体制の構築が求められると示されております。教育委員会といたしましては、各地域の実態に応じて生徒が多様に運動やスポーツに親しみ、生涯にわたって豊かなスポーツライフを実現するための資質能力の育成が図られるよう、関係部局と連携しながら将来を見据えた生徒のスポーツ機会の充実に向けて研究してまいります。委員長。前田委員。私が教員に求めることは、授業が面白いとか教えるのが上手であるということも大事だと思いますが、一番は子どもの変化に気づく力、これがあるかないかだと思っています。子どもの顔を見て、服装を見て、言葉の使い方や力強さなどを聞いて、あれ、今日はいつもと様子が違うなと気づく力が最も重要だと思っています。そのためには心理的にも体力的にも教員の側に余裕がないと目に映っていても気づけません。教員の数を増やしても構造的な問題は解決しません。このコロナ禍を構造改革のチャンスと捉えて、教員の働き方改革を実現していただくことを強く要望して、次の質問に入らせていただきます。続いて委員長、よろしいですか。次にコンプライアンスの徹底についてお伺いします。土壌汚染対策法に基づく無届けの法令違反が県においても、2014年から18年の5年間に少なくとも123件確認されたと11月6日に発表されました。これは道路、河川、砂防の工事で、掘削や盛り土で土地の形状を変える部分が3000平方メートル以上の場合、土壌汚染を未然に防ぐ観点から、工事着手の30日前までに知事へ届け出ることを義務付けた法律で、無届けの場合には3ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金という罰則規定があります。広島市職員が同法違反容疑で書類送検されたとの報道がありますが、県職員にとっても重要な法律であるはずです。それにもかかわらず、担当職員が法を正しく認識していなかったことが原因だと報道されていて、私には全く理解できません。業務は個人が単独で行うものではなく、チームで行われるはずですし、上司の確認も入るはずです。その業務に携わった全員が法を理解していなかったということなのでしょうか。今回の事案について、経緯はどうだったのか、またどのように再発防止を図られるのか、土木建築局長にお伺いします。委員長。土木建築局長。土木建築局におきましては、平成22年4月に土壌汚染対策法の改正法が施行されたことを踏まえ、土地の形質変更の届け出の要件などに関する環境県民局との協議に基づいた通知を発出し、運用してきたところでございます。その際、法令の解釈等について、環境県民局への確認が十分でないまま、土木建築局の通知では、届け出要件の判断を工事単位としており、これまで局内ではこの基準により届け出の判断を行ってまいりました。その後、平成31年4月の環境省からの未届けに関する注意喚起を受けて、環境県民局と相談したところ、届け出要件の判断は事業単位であるとされ、環境県民局と判断基準が異なっていることが判明いたしました。未届けと思われる事案の多くは、この判断基準の相違によるものと考えております。見届けと思われる事案につきましては、昨年度から調査を進めてきたところでございますが、広島市の事案の報道がなされたことから、現時点での状況を取りまとめ、公表したところでございます。また、政令市及び中核市である広島市、呉市、福山市が所管する地域においても、調査を行っているところであり、調査の結果、見届けとなっていた案件については、関係書類などが整い次第、届け出を進めてまいります。次に、現時点の再発防止策といたしましては、法令遵守の重要性を組織全体で再認識するとともに、制度所管部局との事業実施部局間での制度や法令解釈に関する綿密なすり合わせ、その後の両部局間での定期的な点検及び意識共有などが重要と認識しており、速やかに実施してまいります。さらに、現在行っている調査結果も踏まえ、さらなる対策を検討してまいるとともに、
県民生活の安全安心の確保が重要であるため、環境県民局と連携して土壌汚染の有無などの調査も早急に進めてまいります。以上、前田委員。問題が起こるたびに二度とこのような問題を起こさないようにっていう謝罪会見はもう十分なんで、ぜひ具体的な、ね、対策を、講じてほしいと思います。また広島市職員が書類送検されたとのことですが、正しく業務を行っていないと職員が罰せられるという法律は他にもあるのでしょうか。総務局長にお伺いします。総務局長。県が事業を行う場合などに関しましては、県を含めた法人に対して監督官庁の許可等を求めている法律においては、それを怠った場合に行為を行った者に対しても罰則が適用されるものなどがございます。このような法律といたしましては、例えば文化財保護法や農地法などがございます。以上、前田委員。法を理解していないことで、業務であっても職員が罰則を受けるリスクのある法律がある中で、個人としての人間は間違いや勘違いをしてしまうことは、どんなに気をつけていても起こりうることだと思います。しかしながら、それを未然に食い止めるのがチームであり、組織であると思います。そして法律である以上、絶対に遵守しなければなりません。そこで、組織としての法律を理解し、遵守するために、今までのルールを変える必要があると思いますが、具体的に何をどのように変えるべきとお考えでしょうか。総務局長にお伺いします。総務局長。この度の事案につきましては、詳細等は確認中ではございますが、法令の解釈等について、事業実施部局から制度の所管部局である環境県民局への確認が十分ではなかったなど、関係部局での適切な情報共有ができていなかったことも原因と考えております。そのため、担当職員が法律上の手続き等を正しく理解できるよう、法令上の手続きや運用について、関係部局間で適切に情報共有を行うように注意喚起を図ってまいります。さらに、管理職員などに対するコンプライアンスに関する研修を充実させることにより、県庁内の法令遵守にかかる意識を醸成させてまいります。委員長。前田委員。先日来、問題になってますけれども、物品購入に対して、関して7000万円以上の予算執行に必要な県議会の議決を得ていなかったという問題は、もうこれはもう法令違反なので、言語道断ですが、その他にも30件以上の契約で、必要な知事や局長、部長の決裁がなかったと報道されています。これは購入するものの金額に応じて決裁者が変わるとのことで、県の決裁手続きがあまりにも複雑すぎることが原因なのではないかと感じます。日本を代表する優良企業である日本電産の創業者の永森会長は、職場で1円以上のものを購入する際には、稟議書を書かせる1円稟議を徹底させ、それを組織風土として根付かせました。これには稟議書を作成するだけで1円以上のコストがかかってしまうとの批判も起こりそうですが、狙いはもっと深いところにあり、例えばトイレットペーパーや鉛筆などであっても、納入業者の言い値で買っていないか、購入価格を他社と比較しているかなどを徹底して調べさせ、日常の意識や行動を変えさせることを目指しているそうです。広島県においても1円稟議をしましょうというわけではありませんが、職員の意識や行動を変革させる取り組みは重要です。一方で、今回発覚した決裁権者の必要な決裁を怠った件は、県庁内での内規である決裁規定の問題であり、複雑すぎるルールであれば、シンプルなものに変えることも検討すべきです。例えば、法令に定めるものを除いたすべての購入に関して、知事あるいは局長の決裁にするとか、逆にすべてを課長決裁にするなどの抜本的な改革をすれば、一気にこの問題は解決します。そこで、度重なる不祥事を激減させるために、この決裁規定などの規定を極力シンプルなルールに変更すべきと思いますが、総務局長のご所見をお伺いします。総務局長。
決裁規定は広範で多岐にわたる知事の権限に属する事務の合理的な配分により、事務処理の効率化と責任の明確化などを図るため、事務の内容や重要性等に応じて局長、課長の専決事項などを定めているものでございますが、決裁規定が遵守されなかったことは、内部統制上の重大な問題であると認識しているところでございます。今般の事案の発生の要因の一つとして、事業課および幹事課における決裁の際に、議決事項および決裁者、会議についての確認が行われていなかったことがあると考えております。その再発防止策として、決裁ルートについて、物品の取得や歳出予算の執行等の事務ごとに、金額などに応じた決裁権者を具体的に明示した上で、会議先を真に必要なものに絞り込むなどの決裁手続きの見直しを行うこと、決裁時において法律面や財政面などの観点から、局長や課長等の職責に応じて、それぞれが責任を持って具体的に確認すべき事項を徹底すること、財務会計システムなどの改修により、ヒューマンエラーの防止機能を高めることなど、決裁過程におけるチェック機能を強化してまいります。また、決裁規定などの規定につきましても、より分かりやすいものになるよう、不断の検証を行ってまいりたいと考えております。以上、時間がまいりました。改革が実行されることを期待しております。どうもありがとうございました。